Thank you.
ライブできて皆さん来てくれて
満足の楽しいクリスマスです。なぜこんな声になってるかというと、遡ること1週間前、38度6とかの熱出して、声喉痛いと思って病院行って、熱引いたと思っても声だけずっと治らなくて、多分タクもなんかね声死んでたよね、ずっと。それは嘘、いや持ってるんで。でなんか病気だったんでしょ、多分ちゃんと検査したら俺も病気なんだろうな。風邪って言うんじゃねえ、風邪じゃねえんだよ。咳ぜんすか、咳も止まったから。まあそんな、まあ、声が出ないなりにも全力で歌うんで、温かい目で見ててください。温かい目ってシチュエーション、知らない、みんな温かい目ってシチュエーション、知らないんですか、知らないんですか、ほらここに二分が、なんかめっちゃ少なくなってね。ね、なんかどっか行っちゃった、みんな決めに行った。決まってるもん。まあいいや。いる人だけ楽しませますわ。もっとすごいの想像してたもん。あと2曲よろしくお願いします。流星ちゃんです。Thank you.
バンドは特に何のコピバンってわけじゃなくて、おのおのやりたい曲をやるバンドなんですけど、別に何かのコピバンとか何か決まったもんをやんなくていいと自分は思うんで、それぞれがジャンルだったらその1個のジャンルでいいし、好きなジャンルでバンド組んでやるのも全然ありだと思うので、なんかもうやりたいようにやっていいと思うんですよ。夏希が最初ギターの時になんかベースもギターもどっちもつってて、そんなの全然ありだと思うし、なだって別にプロのバンドマンじゃないし、それで飯食ったわけじゃないんだから、もうこの場軽音はやりたいことをやってって、好きなように4年間過ごして、悔いだけは残さないでいってほしいです。僕たちはもう卒業しちゃうんですけど、まあ最後の最後まで見てってほしいですね。まあちょっと1月も多分出る、これは出ないんだけど、なんか出るから絶対ちょっと声だけは頑張って直してリベンジします。すいませんでした、お見苦しいものを。でも次の曲はもう叫んでます、叫びますわ、もう最後の曲です。ありがとうございました。ゆうせいのゆうでした。はい、次の人頑張ってください。Okay.
火曜日が決して一人ぼっちじゃないってことを。